はい、皆さんこんばんは。日曜日の夜9時を回りました、はい。仕事が忙しくて特会に全然行けない、友妻清永ですね。今日も1時間、皆さんのために頑張っていきたいというふうに思います、はい。今日はですね、タイトルにもあります通り大組閣を語ると、なってますけども、はい、大組閣、知ってる人は知ってますけどね、AKB 総選挙、知らない人がありますね。それ違いますね。総選挙じゃないですね。そう、知らない人は全く今日はですね、興味がないかもしれませんが、興味がないかも、実は僕らの生活にかなり、はい、関係してくる、影響が出るんじゃないかということなので、今日ちょっとあえて持ってまいりましたけども、はい、まあ、大組閣とは何かというとですね、先月、2月の、24日にですね、東京で行われました AKB48 グループ、今、一番、強いアイドルではないかと思いますが、うん、がですね、行ったですね、まあ、組閣、まあ、チーム編、再編成ですね。うん。っていうことで、何かというとですね、まあ、こういうことなんですけど、あ、まあ、しよう。はい。まあ、組閣ってのは元々の言葉の意味わかりますよね。はい。現在、台を忘れた。台が言いますか、うん。はい。要は内閣を組み替える、組むことですよね。組み替えることですよね。うん。うん、そうだね。うん。で、まあ、AKB の場合の組閣は何かというと、要は、現在、動いているチームをですね、はい、解体してですね、それ新しいチームをメンバーで編成し直して、はい、それによって、編成し直すことを、まあ、組閣と言うとおります、うん。で、AKB は過去に2回。え、2回もやってんの？SKE の方は1回。え、そうなんだ。あと、まあ、名目違いますが HKT も1回やってますし、あと、細かい、こう、うん、メンバーの一人二人移動だったら NMBB もやってますね。うん、あ、じゃあなんだろう、珍しいことじゃないんじゃん。で、珍しいことではないんですけども、うん、要は、今までは、各グループごとなんですよ。AKB の中で組閣。SKE の中で組閣。ねえ、で、今回の。あそこの中に組閣って何、担当が違うの？担当と言いますと？いやいや、だから総理大臣だとか、財務大臣みたいな感じになってるわけ？いや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 。SKE の中に。いや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 。ただにチームが S、K、2、E とある3つのチームの中で人材をこう行き来させるだけですね。ああ、そういうことね。そう。書いてあるんですよ、うん。新しいチーム編成することです。あ、そういうことね。そういうことです。で、まあ AKB 書くんで、やってたのは今回大組閣というのは、うん、それを全部まとめてしまうパターンですね。まあこれがまあ資料になりますけど、AKB は2009年に1回目。うんうん、で、2012年に2回目をやってます。はあはあ、で、SKE は、2010年、去年ですね。はあ、去年の4月に、やってますね。で、HKT は、うん、今年の正月明けにやってますけども。うんうん、で、まあ、問題なのはですね、まあ、この2009年の時は何かというと、うん、要はそれまでって、1期生、一番最初にオーディションで選ばれたメンバーが自動的にチーム A。はいはい、で、次に入ってきた、2期で入ってきたメンバーが自動的にチーム K。うん、で、3期がチーム B だったんですけども、うん、それを結局その、チーム間で、その実力差が出ちゃった。じゃあ実力差が出ると何が問題かというと、公演の客入りに問題があるわけですね。ああとなってくると、均一化をある程度図らなきゃいけない。ああ要は、個性の均一化、はあ、各チームカラーの均一化は図ってはかえってダメだけども、うん、その、個人の持ってるファンの均一化を図らないと、うん、お客の動員数が変わるわけですよ、うんうん。だからそれを是正しなきゃいけないということで、はい、この、2012年の方にですね、編成を行って、で、まあ、まあ、この前に、この時に行ったですね、うん、この2010年それで行ったんですけども、まあ、ここが一番大きな編成ですけども、要は、チーム AKB4 とあったものの、チーム4を辞めて、で、新たにスタベン制を導入。スタベン？スタベンというのは、それまで各チーム16人定員なんですね。はあ、で、16人で公演なんですよ。はあ、ってことは、レギュラー16人。はい、補欠ゼロ。はいはいはい、はい。ところが、研究生が増えてしまったために、うん、研究生を昇格させなきゃいけない。うん、でも16人で今度上が出ていかない。ああ、これは一番 AKB のこの何体質のせいですけども、うん、要は卒業生が順次出てってくれれば入れ替えができるんですけど、うんうん、卒業生がなかなか出ないと滞っちゃうわけですね。うん、結局それで悪循環が起こっちゃって動けなくなっちゃった。ああ、でどうなったかというと、結局一チーム16人編成を22人まで増やします。あら、でどうなるかというと、スターティングメンバー、スタメン性が出ますね。ああ、スターティングメンバーとベンチスタートのスタメン。そう。で、AKB の場合は野球と違って、このベンチの方を皮肉ってあえて使ってスタベンと言います。誰がスターティングメンバーではなく、うん、誰がスタベン？要は、干されの方に注目するわけですね。出れない方に。そういうこと。数えるの簡単ですかね。こっちの方が人数少ないんで。あ、うん。なるほどね。で、この時に初めて、兼任という言葉が出てきます。要は、兼任制度を作ります。兼任。要は、
他のグループ、うん、まあ僕ら専門用語は視点ですね、うん、SKE とか NMB とか HKT、はい、他のグループのからメンバーを兼任させる、うんうん、で AKB の方からも他のグループに兼任させる、うん、要は所属を2つ持たせるという掛け持ちですね、うん、掛け持ちみたいなことをここで初めて使います、うんうん、で成果がどうだったかというと、実はファン的に見て意味がなかったです。え、だって SKE からあれでしょ、ジュリナが言ってますけど、ただ要は結局忙しすぎるメンバーでやっちゃってるんで、要はトップメンバー、超選抜メンバーの中で動かしてるんで、はい、結局兼任してる、どっちの自分のホームも兼任先も公演に出れないんですよ、うん、だから劇場メインで見に行ってるファンからしてみると会えない、意味がない。ああ、だから僕らみたいに兼任してる意味がない。で、しかもスタベン制なので、うん、空いた枠はアンダーで誰でも、誰か、スタベンの誰かがやるか、うん、それもダメだったら研究生が出るかでやれるので、うん、あんま兼任してるメリットがない。うん、だったら専任してくれた方のが、本人のその体力面とかその、体調管理の部分で楽なんですね。負担が少ないから。はいはい、で、もう非難合々でした。で、SKE は4月の13、2月の、あ、4月の13日。ここで1回やってます。初めてです、これが。はい、結成から5年経って初めてやりました。はいはい、これはこの年に初めて紅白に。単独でデビューすることができたんですけども、はい、そこで一つの踏ん切りだと思って、うん、大量にメンバーが卒業するんですね、一期のメンバー、オリジナルメンバーあたりが。はいはい。大量に欠員が出たために、これも AKB でしょ。チーム間に偏りが出たので、一、うん、回シャッフルして、うん、組み直そうということで組み直しました。うん、当初は全然評判良くないです。ギクシャクしてましたけども、最近になって、チームカラーが出始めてまとまってきたね、みたいなこと言われ始めてました。で、HKT も、指原の、こう考えですけども、一応2期生が入って3期生が入ってきた段階で、うん、チーム、今チーム H しかなかったんですけども、うん、このチーム HKT の K ですね、はい、K に関わる2番目のチーム K4 です。ちなみに K4 とついてるのは K というチームがいっぱいあるからです。 AKB のチーム K、 SKE のチーム K2。 ああ、何、 SKE は K2 なの？ K2 です。K1 は AKB なんで。ああ、はい、はいはい。で、K3 がじゃあどこ？ジャカルタです。JKT があるんで、ジャカルタが先に作っちゃったんで。あ、それで K4 なんですよ。うん。ああ、これ。で、またこれローマ数字なのも意味があるんですよ。え、なんでなんで？要はチーム4があるので、アラビア数字は使えないんですね。あ、そう。要はチーム4-2ができるの間違いないんで、要は48は全部使ってるから、はいはい、チーム4-2、チーム4-3はできてるわけで、うん、どんどん43、42になっちゃうんで、表記がね。それをこう、防ぐために、ローマ数字を使ってます。なるほど。で、チーム4が入って、うん、若干メンバーの、まあ、チーム4は2期生メインなので、うんうん、やった時に、これは指原のアイディアかなんか知りませんけど、組閣とは言わずに、クラス替えと呼んでます。要は、なぜかというと、もう、この時多分、指原は感づいてるのか知らないんですけど、わからないですけども、まあ、指原知らんけどね。もうこれから組閣と言ったらグループ全部巻き込まれちゃうんですよ。ああ。じゃあグループ内の組閣移動は何て言うのって言ったら、多分クラス替えでしょうね。ああ、なるほど。多分これで多分統一されていくんじゃないかな。緩くていいね。そう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 。なんか窓際くんが、名古屋地区の流行語大賞は兼任。そうですね。俺もこれで今年のね、とか名古屋地区じゃない、上半期の流行語大賞は多分兼任。ああ、なるほど。結構いろんなところでみんな言ってますからね。それって、それはもう兼任ってやつですかみたいな感じ。言ってるので、多分兼任じゃないかなと。うん、ああ、なるほど。で、うん、まあ、ここまではまあ、その大組閣というものがありましたよと、はい。で、それはグループにとってこんなもんですってことです。うんうん、で、結構今ネットだとか、メディアでも結構朝のワイドショーでも取り上げられちゃってましたね。何が取り上げられてるのか。なぜメディアが、この一つのアイドルグループの、あれで取り上げるのか。宣伝してくださいよって。まあそういうのは、そういう大人の事情もありますけど、大人にありますけども、実は、まずは、なんだろう、総選挙と同じ意味合いがあるんですね。今までにないこと。ああ、今までにないことね。そう。はいはいはい。そう。これ何かっていうと、ジャニーズの嵐とスマップとキスマイと全部混ぜてシャッフルしなさいと同じなんですよ。ああ、なるほど。わかりやすいな。うん。要は野球で言うなら球団間のトレードを行ったことなわけですよ。あ、なるほどね。じゃあこう全部のこうチームがもうミキサー人事。そう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 。でさらにその中に、うん、明らかに不公平があるからみんなファンは怒ってるわけですよ。露骨におかしいだろこれみたいな。いやまあだけど
AKB にいいもんを入れていくでしょ。だから結果そこなんですよね。だから結局巨人に、そうだから AKB は巨人なんですよ。うん、だからここがいわゆる渡辺さんの話で、巨人が強ければ野球、プロ野球が盛り上がる理論なので、ああ、そうそう、AKB が元気だったら、うん、あの我がグループは安泰だろうみたいなね。あ、なんか深キョンはね、ユーストの広告でもね、あの綺麗らしいですよ。あ、なるほどね、うん、あれで30ですからね、すごいですね。ああ、そうな、うん、で今回はですね、はい、じゃあ私はあの SKE の箱推しなので、はい、うん、この SKE のファンオタクから見る、はい、今回の大組閣は何どうなのか、うん、というところで、大組閣には2つ基準があります、はい、1個は移籍です。うん、移籍ね。要は AKB から他の支店に移ることですね。もしくは支店から AKB に入ることですよね、うんうん、もう1個は兼任がありますね、さっき言った、はいはい、要はチームに在籍しながら他のチームとも在籍するというパターンですけども、うんうん、まずは移籍の方から見ます。あ、結構移籍組多いんですね。で AKB とSKE の間、まあ、あくまで SKE メインでいきますんで、はいはい、移籍はこんな感じです。AKB からですね、うん、岩田可憐、佐藤すみれ、山内すずらん、大場美奈、高島由里奈、この5人が移籍を発表されました。ほう。うん。ちなみにこの移籍の、この、今回のこのすごいところは、個人の意思は関係ありません。え？本人が行きたいと言っての移籍ではないんですよ。ああ、行ってくれるっていう、いわゆる事例です。人事堂です。これがすごいんですよ。サラリーマンでマジでという。はいはいはい。これだけ5人。ほう、5人もくれるのか。それに対して SKE からは、その代わり、木崎ゆりやを AKB がいただきますよと。で、割合で言うと5対1のトレードなんです。すごいでしょ、これ。ほとんど落ち合いのようになってる。そうそうそう。すごいでしょ。うん、ところが、はい、このトレードが5対1では、投下交換ではないんですよ。え？我々からしてみると、木崎ゆりやはじゃあ SKE のポジションはどこなのというと、次世代センターなんですね。もしくは次世代エースなんですね。エース抜かれちゃったら困るよ。うん。抜かれたら困るんですよ。ああ、困る。核ですから、3期だし。で、本人ももう SKE を背負っていくと言ってるんですよ。で、これからもゆりやだなって言ってたメンバーが抜かれました。じゃあ代わりに来るメンバー。このメンバー、岩田可憐若手、まだ15歳、若手、佐藤すみれ、中堅、まあ仕事ちょぼちょぼの干され、でもホリプロ、山内、同じくホリプロのすみれの後輩、でもほぼ干され、大場ミラ、今まで SKE と兼任してて SKE で、彼女が初めて兼任の成果を出した人と言われてます。ほう。うん。で、今回移籍になりました。はあはあ、うん、兼任からね。で、はあ、高島由里奈、この子まだ15歳ぐらいの高校生だけども、うん、何がかわいそうって言って、SKE が大好きと言っていたら移籍になっちゃいました。あ、いや。で、この中で実際に移籍するのは、真ん中の3人です。佐藤すみれと山内と大場は移籍が決定しました。やっぱり岩田と高島は学業と家の都合で移籍は断念、はあ、できませんって言って、拒否をしたので、はあはあはあ、だって学校変われってことですからね、移籍ってことは。そうだよね、拠点を移れってことなので、それはちょっとできないということで、うん、この子らしいですよ、うん、木崎ゆりや、キーススマイル、はい、ああこっちで、はいはい、でですね、HKT からさらにまた一人移籍できました、はい、これ谷まりかというですね、18歳の子が来るわけですけども、うん、この子は指原 の2代目と言われている子で、うん、とにかく喋り方者なんですね、うんうん、でこの子はタダでもらいました。ただでもらえる、向こうがくれました。あ、いいじゃないですか。ただでもらいました、うんうんうん、で、まあ、一応谷丸君も18歳なので高校生以上のメンバーなんで、ああで今回とにかく大組閣で前で僕らが言ってたのは、うん、高校生以下のメンバーはないだろうと、要は学業があるので、はいはいはい、家庭環境がね、多分移籍はないだろうと思ったらここに2人で入ってきちゃったんで、はいはいはい、マジかと言ったら案の定、その2人は何の相談もなくさなく唐突に言われた感があるの で、うん、で結局まあいろいろ相談して学校と家と相談して、うん、まあ辞退という形になってますけど、うんうんうん、でまあ移籍はこれで、まあとりあえずユリアを取られたと、はい、で立てて結局、でも SKE の場合って冷静に考えると、うん、あのさっき中川さんもちらっと言いましたけど、松井ジュリナがずっと兼任なんですよ、うん、AKB とね、うん、K チーム、K と兼、うん、だからジュリナって言ったらもう SKE のツートップの一角じゃないですか、はいはい、でセンターじゃないですか、うん、角じゃないメインじゃないですか、メインをずっと取られてるんだから、貸してるんだから、うん、ここで別に次世代にユリアがいなくても、うん、変わらんじゃんと思うけど、うん、そのジュリアも返してもらえないんですよ、兼任のままなんですね、はいはいはい、だ結局
うちのトップ5の中の2人を持ってかれちゃってるわけですよ。ああ、はいはいはい、はい。しかも片方遺跡ですよ。帰ってこないんですよ。ああ、そうか。うん。要はこれ、遺跡って何かというと、我々が一番神経を尖らせるのは、はい、この、兼任、全兼任制度の一番暗黙の了解で、ああ本店から支店に兼任した場合、本店から支店に兼任した場合、はい、自動的についてくるものがあるんですね。はついてくる特典があるんですよ。あ、わかった。はい。もう、最初からレギュラーだ。そう。初めから支店の選抜に組み込まれちゃう枠があるわけですね。はいはい。それを我々は、うん、支店のファンは許せんわけですよ。なぜかというと、うん、下で研究生から頑張ってきてるメンバーがいるわけじゃないですか。うんうんうん、戸様で外から入ってきた人間が、もうその枠一個奪っちゃうんですよ。つまり、あれだよね。外国人の。そう。来るとそのまま、うん、なるみたいなもんだね。ああ、そうそう、まとき君、そう、エースとかセンターとかドラフトとかね、そう、多分ね、運営がね、野球とかなりね、似せてるんだと思うんだけど、うん、野球関係のイベントが多いんだけども、うん、野球ほどね、全然、肝心の部分はね、何にも関係しないからね、うん、もう、雑すぎる。で、まあ、そんな感じで。松井樹里ね。まあ、取られちゃったので、で、結局、ユリアがじゃあ、SKE の序列が何番目なんだろう、3番目ぐらいなんですよ。あ、それを抜かれて、代わりにこっちのメンツが、いわゆる本店の中堅がパッとしないメンバーが入ってくるんですよ。はい、はい。多分この中で認められてるのは、この、兼任で実績残した大場さんだけですね。はあ、はあ。うん。で、谷に関しては、これは、まあ、来てもしょうがないと思われてます。なんだそれ。SKE は弱点があるんですよ。何？MC が弱いんですね、もともと。喋りが弱いんですよ。みんな気真面目なので、100% で全力で受けちゃうんで、ボケが通じない、ギャグやれば滑るみたいなのがダメなんですよね。だから、こういう口の達者な喋り面は欲しかったので、まあこれはしょうがないと。あ、これは、ただでもらえてラッキー。ラッキーと思ってる。ただ、ユリアの損失はね、大きいんですよ。あー、なるほど。で、今度、兼任です。実はこっちが一番今問題でして。あ、これが問題。兼任は AKB から3名やっていきます。新たに。AKB から3名。3人いきます。要は AKB、AKB が一緒ですね。宮沢ですね。AKB が宮沢さえが、兼任で入ってきて、うんうん、あと NMB から2人、渡辺美幸と、山田奈々が。で、うん、HKT が田中夏実が入ってきます。はあ、で、あと、兼任の方で、まあ、うちがホーム、向こうが、アウェイで兼ねる場合ですね。うん、まあ、ジュリナは、引き継ぎ、ずっと継続です。はい、AKB と兼任です。今回、松井玲奈が、乃木坂と兼任になりました。松井樹里奈と松井玲奈って、あれ、トップじゃないの？2トップですよ。が、両方と兼任。しかも、チーム K2 のキャプテン、リーダーだった高柳茜が NMB と兼任になります。で、この段階でリーダーは降ろされてます。降格人事を受けての兼任です。あら。で、木本香音がですね、HKT と兼任です。はぁ。これ何かというと、うん、入ってくるメンバーは、ぶっちゃけ総選挙で見てもわかりますけど、うん、順位がそんなに高いところではないんですね。はいはい。田中の夏実に言わせたらまだ13歳な、12歳なんで。うん。うん。まあ、この子も喋りキャラで持ってきてますけど、うん、で、うちは、兼任として出してるメンバーが、選抜なんですよ、うん、全員。つまり、もうエースクラスを全部。全部兼任にさせました。吐き出した。うん。で、兼任だと、要は、シングルを発売するときには、レギュラーでもこっちの名前で出せますけど、劇場公演が下手すると向こうと被った場合とかどうするんだって問題があるわけですよね。うん。で、向こうの仕事のときどうするんだみたいな。で、基本的に SKE 以外は関東圏で冠番組を持っているので、露出、個人的な露出という意味ではラッキー、強いんですよ。このメンバーが関東で名前を広めてくれればね。ただ、地元面からしてみると、戦力を完全に奪われているので。まあ確かに劇場では弱くなる。弱くなりますね。これが今問題。しかもですね、うん、この兼任の名前覚えておいてくださいね。AKB 宮沢が来ますね。はい、で、あとこう、高柳が出たりしますね。次、人事です。人事。で、兼任と異動に伴う人事もいろいろと動いておりまして。はい、はい、こういうふうに変更になりました。まあ、変更前も書けばよかったんですけど、変更前は口で言おうかなと思いまして、うん、チーム S、チーム K2、チーム E、これが SK の編成ですけども、うん、チーム S に新しいリーダーに、兼任した宮沢祭がなってます。え？で、サブリーダーに、SKE の1期生の佐藤美恵子で、今グループ最年長27歳、佐藤美恵子が入りました。はあ、で、K2 は、今までずっと、うん、
立ち上げからリーダーをやってた高柳茜が、降格して、NMB の兼任になりました、うん。で、その代わり、やはり2期生でやった同期の古川愛理が、今回、入りました、うん。で、サブリーダーに、今まで兼任で頑張ってた大場美奈が、移籍になってサブリーダーになりました。は？今まで兼任として平で頑張ってたのが、今回、本格的に SKE に移籍して、なおかつサブリーダー。ああ、そういうことか。で、チーム E は、今までチーム S や K2 で頑張ってきた3期生の、要はユリアと一緒に、こう、もう出世株だと。SKE のもう次の格だと言われた3期生の須田あかり。まあ彼女は個人仕事がめちゃめちゃで結構まあ、逆に言うと、ジュリーナ・レナーよりも多分知名度は普通にある子です。うん。で、あかりが入って、サブリーダーは初代チーム E のリーダーである梅本まどかが、補助として入りました。これが今、揉め揉めです。どれぐらい揉めてるかというと、松井玲奈の乃木坂兼任と同じぐらいネットでも揉めてますね。松井玲奈の乃木坂兼任は、乃木坂の方が、署名運動を始めちゃったぐらいで拒否の。何そんな嫌われてるの？要は、そうじゃなくて、もともと乃木坂と AKB の関係なんですよ。うん、ライバルでしょ、うん。ライバル関係のところで、なぜ、一応名目は実はね、交換留学って形になってる。あ、留学か。うん。あ、留学。ってことは、交換ですよ、交換。っていうことは、乃木坂からも AKB に誰か取られてるわけです。はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、これ後で説明します。はぁ、あ、はぁ、あ、そこが問題なんですよ。とりあえず今、一番最初 SKE で揉めたのは、うん、この、チーム S のリーダー、宮沢さん。うん。これが揉め揉めのもとです。チーム S というのは、うん、SKE の看板チームなんですね。はい。看板チームとは何かというと、生え抜きのメンバーでなければいけないという、うん、この、愛知県民の独特のこの暗黙の了解があるわけですよ。はいはいはい、要は何かというと、できるだけ折り面が、初期面がいること。うん、もしくは、地元のメンバーで固めてあること。はい、で、あと、SKE イズムというか、あれであるダンス、至上主義とか、うん、そういうのがもう、ここのチームが全てであると。はい、いうところに、うん、チームリーダー宮沢さえ、AKB と兼任。うん、しかも、その前は、上海の専任。ああ、上海おった。上海と AKB 兼任だったのを、うん、中途半端は嫌だからといって AKB と兼任を蹴って、上海専任になったけど、うん、ビザが降りるのにチューブラリンだったんですね。は？なんか間抜けじゃないですか、それ。うん。で、結局 SA、だから今上海だけはどうなってるかわかんないんですよ。一応劇場公開は今やってるらしいんですけど、うん、全く交流がないっぽいんで。じゃあ、誰がおるかもわかんないみたいな感じ。まあ一応メンバーわかってますけどね。うん。キムさんが、日照でアイドルを発掘したんですか？いや、発掘はしてないですね。ちなみに、キムさんの、焙煎した、豆、結構、あれですよ、上手に入れてると思います。Facebook に載ってたのは一応僕も見ました。で、まあ、それでやったんで、で結局その S のその定義に、反するわけですよね。はいはい。うん、一応まあ、2期生なので AKB の。フルカムはフルカムなんですよ。折り面なんですよ。まあ、大島優子もここで辞めて、卒業しちゃうので、うん、数少ない2期生のうちの1人になってくるわけですけども、はい、それにしても、うん、S のリーダーにいきなり持ってて大丈夫なのか、うん。しかも個人仕事を持っている面なので、出れねえんじゃねえのかと、公演に。はいはいはい、で、まあ実質このサーブの佐藤美恵子が仕切ることは目に見えてるからいいんじゃないかっていう、ちょっとこう柔らかい派と、はい、そうじゃなくて、もう絶対許せんって、まあ原理主義派がまあ今いるわけですけども。なるほど。まあ、この辺が、いろいろ SKE の内部で、揉めちゃってますね。はい、うん。で、まあ、さっき言ったその、乃木坂の件ですが、どういうことかというと、うん、一番この今回の大総合で分かったことがですね、はい、まあ、チャートにすると、人数こんな感じなんですね。この上、こっち。これ、我々ファンが、もっと、もともと、本来、こういう形なんじゃねえのという、位置関係です。はあはあ、要は、AKB というものがあって、で、そこにあと SKE とか HKT とか NMB とか他の地域が、まあ、くっついてて、時には全部で何かもやるけど、基本的には単独で、バラバラで独立してんじゃないのと。地方自身なんじゃないのみたいな感じなんだけども、どうも運営が思ってるのはこっちなんじゃねえのかと。ああ。要はヒエラルキーがあるなと。AKB 頂点の下に3チーム。もうこの横にジャカルタもあると思いますけど、うん、4チームが、4グループがあって、うん、なおかつ実はライバルと思ってた乃木坂も、点線でくっついてますよ、みたいな。あらなので、乃木坂で、乃木坂に関してはこっちから松井玲奈を出しました。う
で、交換留学という名目なので、向こうから誰かもらいます。うん、向こうで、うん、デビュー国からセンターを3曲、5曲かセンターを張ってた生駒里奈が、うん、AKB と兼任になります。うん、要は、SKE のセンターを兼任として出すから、うん、そちらのセンターを張れる、張ったことがある中心メンバーを兼任としていただきますよってことで交換したんだけども、うん、ここにレトリックが隠されてるんですね。それで今みんなブーブー言ってます。なんですか、レトリックって。意味分かってないです。そこに実は大きな罠がある。罠か。罠。いいですか。松井玲奈は、うん、AKB の選抜にも入っているので、はい、AKB としても出せますよね。イメージとしては AKB のイメージもあります。でも基本的には SKE なんですよ。はいはい、で SKE から兼任出ました。うん、ね。で生駒里奈向こうから兼任でこっちに帰って交換だからもらいます。うんうん、AKB に行ってるんですよ。は？意味がわからん。どういうことよ。SKE が交換で出したんだったら、なんで SKE に来ないの？あ、それはおかしいよね。でしょ？うん。SKE から出して向こうの交換員は AKB に行っちゃうんですよ。これ何かというと、AKB は得するんですよ、うん。向こうのセンターもらえるから。うん。SKE はこっちのセンター出して、損失だけなんですよ。うん、ああ、そうだよね。乃木坂、対乃木坂に対して見ればね。ああ。だから、要は今回の組閣は何かというと、うん、で、HKT は学生面が多いので、今回ほぼいじってません。で、NMB も動いてますけども、うん、SK でしょ、選抜メンバーがちらっと動いたと、あとまあ移籍メンバー、選挙のランカーがちらほら動いてるだけで、はい、そんなに全体には関わってません。うん、つまり、SKE が一番やられた。やられた。これ、名古屋嫌われてんじゃねえの？まあ理由がありますね。SKE が一番反 AKB なので。は？要は SKE が一番 AKB に出してライバル心がメラメラなんですよ。乃木坂じゃないの？乃木坂ではないんですね。だから乃木坂ができた時に我々は鼻で笑っちゃうぞと言ったのは、うん、その乃木坂のそのスタンスが、ライバルってどういうことみたいな。で、もともと僕らはライバルはうちらだったんじゃないのというイメージはあったんですよ。はいはい。うん。まあ、成立当初が AKB と姉妹グループ、妹分として SKE はできたけど、SKE はその AKB を追い越せ、追い抜けて頑張ってきてたので、がむしゃらにやってきた部分があって、うん、そういう意味では結構対抗意識があって、要は、うん、ミュージックステーションでも AKB グループで呼ばれるけど、うん、SKE はいつもバックダンサーみたいな。あ、そうなの？要はバックダンサーとして他のグループが呼ばれるわけですよ。要は要因としてね。はい、はい。それがあまりにもこう、各、グループのファンは許せんわけ、納得できんわけですよ。だから単独で、例えば SKE が単独で、こう、ミュージックステーション出る。ね。NMB が単独でミュージックステーション出る。もう、孫が生まれたかのように喜びするわけですね、みんな。うん。やったよ、やったよって言って、ついにこの日を迎えてよ、みたいなね。って不安は思う。そうそうそう。そんなこう、ひげられたら、あくまでもこれが理想なんですよ。はい。なのに、今回の総括の人事はこれなんですね、完全に。はいはい。うん。で、結局 AKB が得するだけ得して、視、う、点、ん、特にこの SKE はガッタガタにされちゃったみたいな。はぁ、あ、いかんすね。で、人事も SKE は今回支配人がまた変わっちゃったので、うん、前の支配人が降格して、また、AKB から秋元さんの息のかかった人間が、支配人として来てますけど、はあ、来ることになりましたけども、うんうん、まあ最初からその支配、上は秋元さんの息はかかってるんですけどね。うん。うん、ただ、その、やっぱり、なんだろう、僕らが目指しているのは、ファンが望んでいるのは、はい、AKB とその各支店たちには各個性があっていいと思うんですよ。はいはい、特色があってね。でも今運営がやってることは、総 AKB 化なんですね。総 AKB？ 要は我々の頭の中で。金太郎飴を作る。そう、要は AKB 名古屋支店、大阪支店、福岡支店を作りたいと思ってるんですよ。でも我々はそれは嫌なんですね。そうではない。ああ、そういうことね。うん。だからあくまでも中日ドラゴンズっていうのは、うん、読売ジャイアンツじゃ名古屋支店では、名古屋チームではダメなんですよ。そういうこと言ってるわけじゃないってことなんですね。あ、なるほどね、うん。中日は中日じゃないですか。どこに行ったって中日ドラゴンズですよね。そう、あるべきなのに、なんでジャイアンツなのみたいな。うん、あ、なるほど、ね。もっと言うんだったら中日ドラゴンズのオーナーは実はジャイアンツだよ、みたいな。それぐらい赤、あれだよ。うん。あ、なるほど。なんかすごくだからもうブランドでもそう、結局ビトンもグッチもあれも全部下でね、金出してるとかみんな一緒だよと同じような感じで、うん、車のメーカーも今欧州メーカーそうじゃないですか、うん、
あれ、どこのゴルフが持ってんだっけ ?BMA? どこだったっけ、ほとんどみんな一緒だよね、確か。ブランドが違うだけで。うん。じゃあ、どれが売れてもいいわけだ。あ、ぶっちゃけない。でも逆に言うと、どれが売れてもいいし、どれも潰さなくて済むんですよね。利益の大きいところからちっちゃいところに流せるから。うん。うん。だからどんなにちっちゃい、例えばちょっとアルファが弱いなと思っても、アルファファンっていうのもいるわけだから、うん、そのファンのために消すことなくやれるわけですよね。うん、その分の売り上げは、その BM が取ってくれたりとか、ボルクスワーゲンが取ってるからみたいな。そういうことができるのは、まあ、良いところじゃないですか。じゃあ AKB もそういうふうにやるんだから、ね。やりたいんですよね。でも、それは、うん、我々ファンとしては望んでないわけですよ。ああ、そういう大人の対応はしたくない。逆に言うと、地元ファンだから、地元で支える覚悟はあるよというのがファンの心理なんですよね。覚悟ですか？だから、逆に言うと、いいじゃないか、ミリオン行かなくても CD が。要は何かというとそこなんですよ。はあ、はあ。SKE はミリオン行ってないんだ。行ってないから、でも AKB はミリオンの記録をずっと続けてますよね。ああ。ここで途切れしたくないんですよ。もうそのレベル、話は。大人の事情のレベル。ああ、なんか、キララシティさんが、それだけ本店の弱体化が進んでいる。もう、キララシティさん、頭の回転が入ってて、素晴らしいですね。まさにそれなんですよ。それだけ本店がもうね、弱体化しちゃったんですよ。視点では元気なんですね。でも、なぜ視点が元気なのかというところが、分かってないから、こういうことやっちゃうんですよ。まあだけど、まあね、視点の方から、ちょっと生え抜きをこう、何人か引っ張ってくるっちゅうのね、うん、よくあるよね。よくありますよね。うん。なんか、井端どこ行っちゃった、ね、あれで、そこで出てきたのが、はあ、ユリアが、はあ、さっき言った木崎ユリアが、はあ、映りますよね。はい、木崎。AKB に映りましたね。うんうんうん。何がいい、あ、これ何が言いたいかというと、はあ、SKE の木崎ユリアは今まで絶大に応援してました。はいはいはい。ファンもいました。はい、AKB のユリア応援するって話です。いや、だけど可愛い子だよ、これ。じゃあ、はい、中日から出た井端はどう思いますか？ちょっと微妙。でしょそういうことなんですよ。うん、エラーするとちょっと嬉しいそういうことなんですよ。うん、結局そこ、兼任はまだそれがないから許されるんです、はいはいはい、まだ許せる。でも移籍となっちゃった時に、じゃあ果たしてで本店のイメージと最大違うのは何かというと、はい、前にも中谷に説明したんですけど、地方と本店の最大の違いは何かというと、まあこれが弱体化の肝なんですけど、うん、箱押しの大きさです、数です。地方は箱押しがいるんですよ。特に SKE は箱押しが割合が多いですけどね。あ、うん、で本店ってもう箱押しは絶滅危惧種なんですよ。あ、そうなんだ。そうとなった時に、じゃあ何、ジャイアンツファンはあれですか、選手推しですか、ね、選手推しってことなんです。あー、チーム推しではないです。ああ、中日はもう完全チーム推しだから、来るもの拒まず去るもの追わずじゃないけども、はい、来るものは本当に愛して、中日を愛して来るものだったらウェルカム、はいはいはい、ね、出てくのはできるだけ引き止めたいみたいなね、とか出したくない、はいはい、でも出ていっちゃったらまあその場しょうがないんだけども、しょうがないねみたいな、うんうん、じゃあ出てったの応援するかというと、それ微妙みたいなね、うん、流れじゃないですか。同じです。箱押しとはそういうものなので。パリーグに行ったら応援する、全然応援します、うん、だからぶっちゃけならしい、チーム社長に移れば応援するんですよ同じ名古屋だし地元だし、うん、ももクロに行っちゃったらまあいいやと思うわけですよ。それはそれで頑張ってくれとね。その卒業するならそれはそれで頑張ってくれ、卒業はそれでそれで頑張ってくれて個人で応援できるよするって言うんですよ。あ、なるほど、卒業ならいいんだ。そう、しょうがないもんだって。しかもいい結果の卒業ならね、うん、うん、本人がその女優になる夢を見つけてとかあれで行くんだったらいいんだけども、うん、そうじゃないから、うん、なるほど。で今回そのユリアの件があからさまに今回それに当てはまるんで、うん、本店が欲しいだけじゃねえかと。あ、でしかも今回移動したメンバーで本店が引っ張ったメンバーの最大の特徴は、秋元康が顔と名前が一致するメンバーです。意味がわからん、それ。お気に入りです。あ、この子は欲しい、この子は伸ばしてあげたい、ああ、そういうメンバーだけ秋元は手元に置くので、だから一番今回の大総括で言われてたのは、ああ、いよいよ松井ジュリナの移籍なのかと。あ、でジュリナだけを本店が取ってしまうと、兼任を発表した時からいずれジュリナは本店が取っちゃうんだろうと噂があったので、あ、それをファンの予想通りにやることは秋山さんのプライドが許さないと。はい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 、なので、ああ、カモフラージュで全員シャッフルするんじゃねえのかみたいな。なるほど。だけど今回ジュリナは保留だったんですよ。はあ、その代わり、はあ、ユリアが取られちゃったんですよ。
で、ユリアも秋元さんが褒めてるんですね、才能を。はいはい。もう演技力をめちゃめちゃ褒めてるので、うん、覚えがあるわけですよ。で、実際コンサートやライブでもソロをやらせてます。はい。ソロ曲、ソロユニット組ませてるので、ソロユリア取られちゃったんで、うん、やられたなと。だから今回言われてるのは、ジュリナが本当はジュリナが欲しいんですよ。ジュリナを完全移籍させたいけど、うん、あからさまに大総括発表後に、各グループにないにしろ、うん、拒否反応がすごかった。この大総括に対するね、はいはいはい。これはまずい。やばいぞ。しかも SKE なんかもう暴動起こす寸前まで行ってたからファンが。これジュリナまずい。ね。あ、なるほどね。そうなった時に、でもやっぱり本店の弱体化はもう否めない。手こ入れしたい。うん。何とかしたい。じゃあどうなるかというと、うん、ユリアを取って、とりあえずまずは。そう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 。うん、で、思い切ってユリア取ったけども、結局そのユリア、メインはユリアだけが欲しいんですよね。で、あとはカモフラージュです。ついでに動かせ、みたいな。ああ、わかりにくくするために。あ、そうそうそう。あくまでも全体を良くするため、秋元さんが読売新聞のコラムでも言ってましたけども、うん、植木鉢の鉢植えを変えるみたいな。要は本当だったら、あっちにあった方のが日が当たって、うん、この子は芽が出る花が咲くのに、うん、こんな影に置いてあるから、花が咲かないから、場所を変えてあげましょう、うん。こっちの土よりもあっちの土の方が合うんじゃないかな。だから、やってあげましょうっていう思いやりだと言ってるんですね。あら。ところが実はファンはそんなこと信じてないから、もう露骨に明け付けに、本店の強化でしょ、みたいな。うん、ああ。なるほど。そういうことですか。そう。それを実行しちゃって、で、まあ、その証拠に出てきたのがさっきの学生面の遺跡だったりだとか、うん、そういった問題で、その要は、プライベートの方に配慮してない。で、あと、その、この中で注目なのが、うん、渡辺美雪と、この渡辺美雪の、この兼任で、この、SKE に来るのと、あとは松井玲奈の乃木坂の出し、あと、ここには書き忘れてましたけど、柏木由紀も HKT に兼任なんですよね。はあ、で、柏木由紀に関しては、もう卒業も噂されてます。はあ、卒業候補にも名前リストにも名前が上がってると思います。はあ、で、ただ、鹿児島出身なので、はあ、HKT はホームなんですよ。地元なんですよ。はあ、で、この松井玲奈、渡辺美幸、はあ、柏木由紀には共通点があります。なんすか？握手会が強いんですね。握手会が強い。どういうことかというと、うん、握手会の各グループの動員数を増やすために、うん、握手会の強いメンバーを兼任させてます。要は、HKT の握手会が強い。握手会が強いっていう意味がわからない。要は CD の売り上げが伸びるからです。ああ。結局はミリオン達成にくっついてくるわけです。あ、そういうことか。そう。HKT の握手会を強めるために、ユキリンを持ってくる。その大義名分は、鹿児島出身なので、いいでしょうと。ああ、そう。で、持ってくる。で、松井玲奈、もう、かなり握手強権なので、これを乃木坂に出す。ね、乃木坂を強く上げるために。そうすると、SKE の握手が下がる。それは大阪の握手のクイーンである、みゆきを持ってきて、須田あかりと、その、渡辺みゆきの握手ツートップを SKE にぶち込んで、SKE をこう、そのまま維持させるみたいな。なるほど。結構あれだね。計算され尽くしてるね。ところがその松井玲奈の責任、兼任に関しても、乃木坂のメンバーが戸惑いを隠せず、うん、結構言ってるわけですよ。いやー、ちょっとあれだもんね。スターが来ちゃったもんね。そうで、来るのが格上なので、まあ格上というか格上すぎちゃうんですけどね。雲の上の人が降りてくるわけですから。はあはあ、はあ。うん。乃木坂から見ても雲の上なの？全然雲の上でしょ。あすねえねえ、松井玲奈ってそんなに優秀な？まあ優秀というか、まあこの前一番最近言われたの、彼彼女はアメブロで番組を持ってるんですね。アメーバブログのユーストリーム配信で。はあ。ユーストリーム配信の課金番組なんですよ。いや、有料番組なんですね。あ、有料番組か。うん、うん、30分ぐらい持ってますよ、アメーバのチャンネルで。うん。視聴数10万人ですよ。ええー、もうこれだけで彼女の格の違いがあるんですよ。特に僕らユーストリームやってるでしょ視聴数10万人ですよ。うらやましい。もうね、桁が違うっていうかね、へーって感じですよ。有料で。有料で。で、ダメですかね、その人をアシスタントで使っちゃダメですか。ほんとそうだよ。それぐらいの子なんですよ。全国的には名前知ってるからもう全然知らないけども、うん、その界隈で行けばもうトップクラスなんですよ。まあ、たまたまその時は、今度出る写真集のタイトル発表と未公開、うん、
あの写真ショットを公開するみたいなことを言ってたので、うん、まあたまたま見るのもあるけども、それにしても10万人視聴者集めるんですよ、ユーストリームで。すごいよね。僕らはその凄さが分かりますけどね。分かる。だって想像できない凄さですもんね。もパソコン止まっちゃうみたいな。サーバー落ちるぐらい。サーバー落ちる。落ちるかなみたいなぐらいの。そういう子が来るんですよ、乃木坂に。レベルが違う。レベルが違う。確かに。うん。レベル違う。で、リーダーの、うん、あの、キャプテンの桜井、あの、レイカも、うん、ちょっとこう、どうしようみたいなことを、それでもその松井玲奈がね、うん、SKE の子が来ても、うん、その私、乃木坂は乃木坂で、うん、あの、やるから大丈夫みたいなのを書いたら、うん、なんか SKE のファンが噛みついたみたいで、今日謝罪文が出してましたけどね。なんだ、何を書いてあの、言葉足らずでごめんなさいみたいな感じで。高校野球のチームにメジャーリーガーが来るの。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。うん、あとアメバチャンネルね、うん、あーすげえ、代々木まぐれさん知ってんだ、そのアメバチャンネルというもの、うん、とにかくそれぐらいの規模でやってるね。だ乃木坂どうだ、乃木坂の方も同じなんですよ、結局、うん、それが来ると選抜どころの騒ぎじゃないって分かります、要はメジャーリーガーが来ちゃうと。ああまあだってもうそこに全部お客さん取られちゃう感じ。じゃあお客さんが来るんですよ、 CD の売り上げ伸びるから。あだから乃木坂としてはいいんですよ、運営としては。あ問題はメンバーとしてです。下手すりゃセンター取られるんですよ。まあそうだね、そういうことだ、そういうことだ、うんうん、今まであれだったでしょ、あのセンターが毎回変わる、変わる変わる、うん、だから次のセンターも自動的に決定じゃねえのみたいな感じになるわけですよ。そこでモチベーションが上がるか上がらないんですよ。で、一応乃木坂は、あの、劇場を持ってないので、うん、年に数回ライブやったりとか、うん、あと年に1回、あの、16人のプリンシバルっていう変わった公演をやってて、要は歌と踊りがあって、1回目の公演を見て、うん、ファン投票で2回目の登場、はいはい、あの、出演者が変わるというライブをやってますけども、レナ来てみ、うん、確実に一枠減るんだよ。まあそうだね。うん。うん、どこでそこでファンが本当に実力で見るか見んかってとこになってきますからね。まず見ないでしょ。見れないでしょ。しかも松井玲奈も、うん、女優デビューしてますから、基本的に女優の顔を持ってますから、はいはい、うん。で、現に女優としての評価は秋元康の覚えもいいので、うん、だから逆に乃木坂のそのボーダーラインの特にメンバーね、選抜との。はいはいはい。まあどこのグループでもそうですよ。一番兼任とか遺跡が来たりして、自分のところによそから戸様が来て、困るのは、ボーダーラインの子たちなんですよ。あ入れるか入れないか。レギュラーなれるかなれないかという。あこれだってわ、そこでレベルが上がるっていう発想はない。だからそれが運営の、あの、大義名分です。刺激になってレベル上がればいいじゃんみたいな。そういうわけにはいかないんですよね、これまた。そうだよね、この一応、キムさんが戦国時代ですね。そうだからこの何 AKB はその今回の大総合で新たにすごいことをやったというのはですね、うん、グループ内戦国時代なんですね。はあ、なるほど。今までは各グループの中で和気あいあいね、ああ SKE は SKE イズムで固まって、ああ俺たちで、ね、対他のグループ間だったのが、はい、もうごちゃ混ぜにされちゃったんで、はい、うん。でこれで本当は何がやりたいかというと、我々ファンを今、うん、シャッフルにかけてるんですよね。どうする？それでも、でも僕だったら、うん、それでも SKE を押しますかという、踏み絵なんですよ。うわ、うわ。ファンも選別する。そう。本当にお金を落としてくれるファンは誰なのかみたいな。あ、あれ落とせるかどうか。そう、本当に金を落とす。で、SKE は金を落とすファンの集まりなので。あ、そうなの？あの、ここ、ココイチがあのね、11月、12月、うん、SKE とコラボして、カレーのキャンペーンやってましたけど、うん、あの、12月も売り上げが、パーセンテージが上がったみたいで、あの12月の会計報告かなんかに関しては SKE の名前出してましたね。あ、そうですか。で今ファミマがあのコラボやってますけど、スイーツコラボで確実にみんな俺ら買ってるんで、うん、どうしようもないんですよ。でトヨタもあの愛知トヨタが SKE とコラボしましたけど、そうだね、うん、で愛知トヨタがあのピンククラウンが100何台オーダーが入ったんで、ピンククラウンだけでね。ピンク色のクラウン、うん、ね、クラウンをピンクにしてどうすんのよ。知らんけど、受注多かったんだよね、愛知トヨタね。バカじゃねえの？あの、Facebook であの、ティクティクの大河内さんに言っておきますね。あ、大河内さんはね、オーナーだからね。そうなの？ほんとだよ！うん。あ、ほんと？あったよ、確か。わー。納車の俺あれ、Facebook ですごーいと思ったもん。
大越さん太っ腹と思って。ねクラウンってどっちかっていうとね最後はクラウンじゃないの？さ最後はクラウンでお前ピンクのクラウンじゃないですか。かっこいいわあれ。ああそうっすか。まあいいけど。あとこの前あのガンダムのオーリスあのジャーのオーリス初めて見た。見た2乗走ってたよ1台。三河ナンバーでシャア専用オーリス。ジオンのオーリス。いやいやいや、誰かの乗ってるやつ見て見てと思って。衝撃だった。ただあれはあれだ、ザクのあの、何、ナンバーじゃダメだね。うん。やっぱりあそこはあの、サザビーじゃないと、色がサザビーだもんね、あれ。ダメだよね、シンクだもんね。うん。あれがゲルググザクだったらジョニーライデン仕様にしとかんとまずいよね。シャアでは、シャアはもっとピンクっぽいもん。あの、サーモンピンクだからね。本来のシャアのピンクは。赤は。だからみんな長い CM って言ってなんかユースト CM が長いのかなかもしれんね、うんうん、そこでやっぱりこのね AKB の CM 流してくれるやんね一番いいタイミングだよね一番グッドタイミングだねだからそういうこう大人の事情がガジガジに絡んだ上での企画なので、はいはい、だから、ね、でも箱推しやるかやらんかというだからもうだから本当は AKB に箱推しがもっと増えてれば問題なかったんですよ結局、個人仕事が増えて、もう初期面が個人仕事で出たら個人推しになっちゃいましたからね。あーうーん。なるほど。だから逆に言うと、本店は今は、うん、あの、公園で定数割れが起きてるんですよ。もともとのね、この大相撲の引き金はそこです。チーム K が、定員割れを起こしたんですよ。あら。なんでかというと、うん、人気メンバーが外仕事で誰も出れなくて、うん、研究生とアンダーだけでやったんですね。うん、で、さすがにパッとしないかなんかしないけど、あの、定員割れ起こしちゃって。で、定員割れ起こしても、現場歴は入れるんですよ。うん、要は、当選、あれ、抽選なので、250人、はい。当たっていながら行ってない人間がいるんですね。ああ、そういうことか。そういうことか。そう。で、キャンセルするぐらいだったら、うん、応募するなよっていう人間もいるんですけど、うん、いつ当たるか分かんないんで、みんな毎回応募するんですよね。たまたま当たった時に行けないっていうパターンがあって、うん。で、それが結構続いちゃって、2回あったんですよ、今年に入って。はいはい。で、チーム K が、このままでいくと大島役も抜けるじゃないですか。うん、完全にもうスカスカになるんですよ。ああ。引っ張る人間が、失格がいないので、でも、はいはい、我々長く見てきた面から始めれば、格になる面はいっぱいいるんですよ。だから、それはそれで面白いっていう、オタもいるし、うんうん、でもやっぱりそれではもう、キャッチーな子がいないからダメっていうファンもいて、うん、結構、それになった時にそのチーム K を立て直さなきゃいけない、チーム K を立て直すイコール AKB 全体もって、チーム A も定員割れ起こしたんですよ。あら。結局その選抜面がいなかったりとか、ああ人気面が主だったメンバーがいなくてね。ね、それっていつわかるわけ？その日です。その日にわかる、じゃあその日にわかるなら、予定組んでおるもんで、なんで定員割れ起こすのか。みんな、だって当たったわけでしょ？当たった。当たったなら、だって行く予定になってるわけでしょ？だから、例えば月曜日から金曜日まで公演全部申し込むじゃないですか。うん、はいはい。で、こう、1日前か2日前かに、まあ、あれでポッてって応募が当選が来ますよね。じゃあそこで仕事有給すぐ取れますかっていう話になるわけです。まあ、そりゃそうだけど、じゃあ、その、すごい、スターがいないとかいるとか関係なくて言われ起きるんじゃないの？違う？ねえ。で、一応メンバーも発表されてますからね。何月何日は誰が出るっていうのが。そのメンバーでを見て、あ、ガラッと。まあ、こんなら行かんでもいいや。そうそうそう。こんな感じか。そうそうそう。そういうことか。これで要は、それで全部やっとくじゃないですか。当たりますよね、うん。当たった日のメンバーが誰かっていうのをチェックできますよね。そこで、あ、行かない。っていうのは出る。発表しなきゃいいじゃん。そう、発表しなきゃいいんですよ。うん、本当はね、うん。うん。だったら。うん。うん、というのはファンの方から意見を言いました。だったらメンバーだ、言わなきゃいいじゃん、みたいな。うん。うん。うん、で、今度は言わなきゃ来てくれないよね。うん。うん。なんか、途中で帰られても困るか。そう。まあ、確かにね。あ。で、とにかく結局そういうことが起こっちゃって。チケットが売れてるわけですよ。そう。別に運営としては収支は合うわ。そう、収支は合うけど、みたいなね、うん。あ、なんか、キムさんがちょっと間違ってるかもしれないな。織田信長 AKB、モーニング娘。が豊臣秀吉、徳川今川家はどこみたいな。ああ、戦国時代のあれですね。どっちかというと、こう、日本の戦国時代ではなくて、中国の戦国時代の方のが。はあ面白いかもしれませんね。要は戦国七雄の頃ですね。うん、秦とか魏とか魏朝、あの辺で七強国がせめぎ合ってるみたいなね。だけど、これ、織田信長が AKB はいいけどさ、うん、
モームスはどっちかというと落ちてった方、まあぶっちゃけな話、今の現状ではあの AKB の桁が違うので、うん、あの売り上げにしろ規模にしろ、うんうん、他とは比べられないんですよね。だから AKB グループ、この4つのグループを外したところで戦国時代なんですよ。は？あ、どういうこと？これ入れて戦国時代は成り立たないです。ああ、絶対的に強い。あ、そうそうそう。無理無理。だから三国時代で言うと、これ義、うん。AKB グループは義。あ、もうめちゃめちゃ強い。いくら五と諸、あの、五と諸が、わめこうが何をしようが、うん、まあ孔明もこれは知ってましたけど、うん、どうしようもないんですよ。強え。強え。もう三国定律がいっぱいいっぱい。統一なんか無理。ああ、なるほど。そんなこと言っとる、あんたはダメですよって劉備に諭してるぐらいですからね。それ無理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 。もうできないできない。じゃあ何ができると言われて、せめてこれですって言って天下三分の計ですからね。はいはいはい。うん、あもう無理なんですよ。あだけど、後のタレントさん、そんな戦国時代だった？だって今回あの戦国の要素になるのは、はあ、ついに福岡から彼女が出てきますね。橋本環奈という天使すぎるアイドル。まあ、知らないですよね。アイドル界隈で有名ですけどね。あ、そうそう、うん、あの福岡のアイドルグループのセンター、センターなのかな、あの子。アイドルグループって。名前がね、複雑で僕覚えてないんですけど、うん。あの福岡はね、アイドルグループが結構あるんですよ。AKB じゃないの？ AKB じゃないです。別のグループです。ほう。から何？すごいのが出たんですよ。もう東京にバッチリ今回全国進出。あらまあ、ふーん、そうっすか、うん、あとは結構他もまあ個人的にこの中のねメンバーが結構好きなベイビーレイズだとか、あとはあのベビーメタルだとか、結構変な色物系とかいろいろ出てきてますけども、だからこの48グループ以外で戦国っていうかいっぱい出てるんで、うん、そうっすか。ここを逆にイーガールズもそうですよね。イグザイルの妹分のね、あれとじゃあ AKB を比べるかというと、比べてもしょうがないんですよ。規模違いすぎるし。うん。結果違いすぎる。人数いっぱいいる。人数がいっぱいいたって、それも CD の売り上げにつながってもいい。だって、こっちはもう2日でミリオンとかいっちゃうグループですよ。で、1位が、100万通りだけ売ってて、2位はって言ったら、何万のが台になる時もありますよ。うん。そうか。なんじゃこりゃっていう、あの、オリコン。もうオリコンなんか当てできねえなっていうぐらいの指標ですから、数字ですから。この窓際君がモーニング娘。売り方がどことなく演歌歌手っぽいような、うん、初めから狙ってそういうのはグッドなんですけどね。そうではないのでね、うん、だったらパクレイのにね、あの握手会やったらモーニング娘。だから今全部握手会あるじゃないですか。あ、やってんの？握手会なんか今みんな女優だって握手会やりますよ。本書いて握手会とか普通にみんな握手会やりますよ。あ、そうなの？だから大っぴらに AKB 商法で叩けないんですよ。これしかないから、握手会が一番効率がいいから。あ、そうなの。うん、そうか。橋本環奈、違うもんか。合ってるね、この環奈ね。うん。うん。どの辺が天使すぎるんでしょうか。容姿、ファン対応。これは容姿です、容姿。ただ僕は好みがあるんで、うん、これに関しては、美人すぎるっていうのが、うん、思考の問題があるから、うん、新聞の見出しとしてはどうだっていうね、批判があるように、うん、この天使すぎるっていうのもどうなんだっていうのをね、思いますけどね。うん。うん、からそういうあれは奇跡の一枚がね、一番最初に出たのが大きいですからね。いや、ね、意味が分かる。奇跡の一枚ってアイドル用語であるんですよ。要はもう誰が見ても、うん、これは可愛いというショットのことです。写真のことです。一枚目のことを奇跡の一枚って言うんですよ。はあ、それが出た。出てます。それでこの橋本環奈ちゃんはもう全国、一気に全国ネットで広まって、はあ、で現物を見たら、あれこれみたいな。そうそう、あの昔中国であのかっこよすぎるホームレスの写真がネットでね、あの話題になって、実物見たら誰か、あれ本当に本人みたいな、あれがいわゆる奇跡の一枚ってやつです。ああ、あれ見たことありますよね、ラハさんね。ん、覚えてる？うんうん、どれらかっこいいホームレスがね、こうタバコ加えてやって、ね、あれ、ああいうことです、奇跡の一枚って。なるほど。そう、政治家も握手会やりますからね。何でもやりますからね。もう握手会は本当そうなんですよ。そうね、じゃあ政治家ももうあのパーティー券なんかね、やらんでも、ね、握手会券、握手会券そう。あれは年寄り脱出しないよ。そうなんですよ、ね。そんな感じになってるんで、だからとにかくもう今回も運営の意図がもう、うん、残念ながらもうファンにバレバレ、はい、というかやっぱり僕で大体4年、
リアル4年、うん、まあ知ってからと、まあ実際もう SK の成立、あのね、誕生からずっとファンやってますから、もう5年以上やってますと、さすがにね、僕らとか、あと AKB の初めからいる僕らよりも子さんのファンなんだけど、さすがに運営のやり方わかるんで、あ、手口がバカじゃねっていう、アホじゃねとか、なぜこうするみたいな、おかしくないっていうのは、ね、もう見え見えなんですよね。あ、うん、なるほどね。だから今僕らが思ってるのは、なぜ野球になぞらえるかなと。だからおかしいんですよ。え、ちょっと待って、野球になぞっちゃダメだって。僕野球だからこういう話についていけるけど、じゃだからもともと AKB っていうのは、あの一番最初に言われた劇場型アイドルでしょ、はい、だから劇場があって、そこで毎日公演してて、ああ毎日会いに行けるというのであるならば、うんうん、身近という会いに行ける歌うんだったら、目標とすべきは塚なんですよ。ああ、宝塚、宝塚かせねえか。なるほど。ただこれができなかった最大の理由はあるんですよ、うん、ミリオンです。 CD 売り上げです。 CD 売り上げが良くなってって、売れるようになってミリオンになる、金が入ってきますよね、うん、ミリオンの記録が出てきますよね。もうビーズも抜きましたよね。もう世界一になってますよね、うん、この記録をもう崩したくないですね、か崩せないですね、スポンサーの関係上。これがいわゆる価値を上げてますから。そういうことか。大人の事情です、完全に。で、僕らからしてみればミリオンは途切れてもいいじゃないか、その代わり、うん、昔に戻ってくれよ。各グループ、各劇場で、逆に劇場に確実に応募したら入れるぐらいまで、錆びれてくれた方がいいぐらいみんな思ってますからね。そこからまたやり直そうよ。はあはあ、それならこの組閣も受け入れると思ってる人は大半です。ゼロからやろう。ミリオンやめようよ。ミリオンを維持するために、メンバーが泣くのはもう嫌なんですよ、みんな。で、宝塚みたいに劇場型で維持していけばいいじゃないと。と、ファンは思ってるけど、もう大人の事情でもう運営の方でそれどころじゃないですよね。人件費もバカなりませんしね、これだけメンバー持ってるとね。そうだよね。で、しかも昔は積極的に外の事務所に他のプロダクションに売り込んでって移籍とかさせてましたよね。だから初期メンバーっていうのは、小木だったり、あそこ、太田プロだったりとか、指原も、各独立したプロダクション入ってますよね。大島役もそうですけども。で、外仕事がありますよね。今は、運営が全部持ってます。AKS が。え、そうなの？移籍させません。なんでかというと、ジャニーズ化を狙ってるからです、今度。あ、自分たちがプロダクションになって、メンバーをタレントとして使いたいからです。あ、そういうこと考えてるんだ。すごいね。でも結局、そのための人材が不足してたりとか、ノウハウがあまりにもしょぼかったり、伝統が、信頼がないので、うまくはいってないです。だから宝の持ち腐れ状態なんですよ。で、宝の持ち腐れであるならば、うん、昔に戻してほしいっていうのが我々ファンの、うん、特に僕なんかの考えなんですけどもね。もうそんだけ利権が絡んじゃったら無理だろ。そう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 。あ、なんか、このキムさんから質問です。うん、韓国のアイドルは国民の、妹から色気を武器に変化しつつある。大パッシング受けてますよね。日本のアイドルはどの方向に行くと、うん、そうそう、結局日本のアイドルはの、うん、究極の方、日本人が一番好むのは、うん、結局高校野球なんですよね。は、うん、努力と根性なんです。努力と根性、しかも日本人はアイドルの容姿には惚れません。は、うん、そのストーリーに惚れます。いや、あれだよね、韓国のアイドルの方がかっこいいよね。決まってますからね。とにかく日本の今の現状のこの21世紀のアイドルは、アイドルの本人が持っているバックグラウンドと、そのストーリー性でファンは徹底的についていきます。容姿は関係ありません。まあ最低限のレベルはありますよ、もちろん。なんかああいうね、韓国の少女時代とか、あの辺の方がダンスとか、うん、だって完成されてから出しますもん。あ、確かにね。だって完成させなきゃダメ。だ、完成させるためにめちゃめちゃ金かけて、うん、で、出すから、完成させてからギャラからピンハネされるじゃないですか、今までの金って言って。だからあっちはプロで。そう。あ、日本の場合は高校野球。そう、高校野球。あくまでも高校野球です。素人の集まりだもん。でもそれが、素人がガムシャラに、それを応援する。頑張るからそれを応援する。これが基本、基本のシステム。プロは頑張って当たり前なんで。あ、そっか。キムさん分かりました？これが、日本のアイドルはそこです。そういうものらしいです。だから、ね、一番弱いアイドルの涙とかに弱いんですよ。不完全さを。そこ。なるほど。もう未完成、日本人が大好きな言葉ですからね。ああ、うん、なるほどね。あ、キムさんが飽きませんか。飽きないんですよ。あ、飽きないですか。やっぱ未完成だから飽きないんですか、ね。飽きない。完成度が高いと、ね。完成度が高いと卒業してくる。卒業してくる。なるほど。あ、
完成しちゃうと卒業してくるんだ。完成すると本人が卒業するか、ファンが卒業します。うん、要は、推し編しますね。だから、研究生ってのが一番人気なんですよ。だから、応援しがいがないじゃないですか。あ、そうだよね。あ、完成しちゃったら、もうだってスターだもんね。もうそうだ。あ、そっかそっか。また別次元の話だもんね。そう。あ、じゃあ、大島優子はスターになっちゃった、ね。だから逆に言うと、挑戦抜で一押しで単押しなんてあんまいませんよ。はい、どういうことか。選抜メンバーは AKB の挑戦抜、例えばもう選挙の上位メンバー、あの16位以上のメンバーで、ほんなら単押しってて、その子一人だけで押してるメンバーなんて、本当に古いファンしかいませんよ。こう。小さい頃から。しかも、基本的に一押しのメンバーはあんまりいませんね。あ、まあ、抑えだよ。まあ、もっと。二押し。はあ、ぐらいでしょう。一押しは誰って言ったら、もっと知らない研究生の誰か。今この子が一番熱い、注目してこの子に頑張ってほしい。これから伸びるみたいな。ああ、なるほど、ね。でも選挙では、入れても指標になっちゃうので、うん、まだ人数いないから、じゃあどうするか、確実に、自分の票が生きる上の面、上位面にぶち込みますよね、二押し三押しでいれば。なるほど。それは大人の事情みたいなもんじゃねえ。いや、そういうことです。だから選挙ってそうやって操作するんだ。逆に運営がどこでも、僕らやり手としては、それが選挙に立つ戦略です。戦略ですか？だから SKE が箱押しの戦略としては、とにかくジュリナとレナだけは、神セブンに入れたい。いくら一押しが他であっても、それはやる。じゃあどうするか。CD を4枚、5枚買うんですよ。3枚は自分の推しに入れる。残り2枚はジュリナ、レナに入れ、JR に入れて、SKE としての枠を作るんですよ。選抜内での。そういうことか。これが各自覚グループね、GA の総選挙に対する戦略です。すごいなぁ。勉強だった。でこれは実際にやってることです。それやってる結果ですからね、その選挙結果って。ねえ、だけどさ、それってさ、運営の思うつぼじゃん。じゃあ、運営のつぼなんですよ。運営がしてみれば邪魔なんですよね。おい、もっとお前ら煽れみたいな感じなんだ。すごいね、このキムさん、鋭いよ。アイドルが芸能人になると卒業ですか。卒業なんですよ。てか、ファンが卒業ですね。芸能人まで行ったら、あの、シャベンシャトルのブースターが外れるのと一緒。もう僕らいらないねーって感じ。身近なアイドルで。そうそう。あとはあなた一人でやっていけるね。たまに見たら応援して振るわ、みたいな感じ。でもそれまでは、全財産投げ打って応援するんですよ。孫のように、娘のようにね。ゆうきまぐれさん、完成品は飽きられる。まあそうだ、ね。てか、興味ない。あの、プラモデル作っちゃったら終わりと一緒。完成されてないから作ってる時はどえら面白いしかプラモデル熟装パズルね、できちゃったらもう置き場に困ってもう捨てちゃうみたいな勢いの。そうだよね。そうそうそう。うん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 、わかるわかる。そう、中原さんにもそうでしょ。こうシステム組んでて、組んでる時は躍起になって考えて一生懸命試して作って、でもできてしばらくしてそれが動く作動に作動するのが当たり前になったら気にもしなくなるでしょ、それが自然だもん、日常だもん。僕は、じゃあ、アイドルを追っかけてるのと変わんない。そうそう。で、システムが出来上がった段階で、その子は卒業なので興味失う。興味を失っちゃうんだよね。もうこのシステムこれでいいみたいな感じ。次こっちみたいな。あ、もう休憩、次廃棄みたいな感じね。うん、そうそう。なるほど。なんかそこに持ってこられるとはびっくりした。だから僕なんか例えば中原さんなんかの表紙にまた新しいかなんか違う画期的な抽出方法かなんかの情報が入ってきたら、中原さん多分焙煎はこの辺でしよう続けて抽出の方にはまると思いますよ。だからそういうことです。ああ、これすごいね、アイドル育成ゲームやね、テライアンさん。そう。ああ、なるほどね。あー、ゲームか。要はゲーム感覚、そうゲームでしながら課金してくると変わらない。そう要は全くだから現に課金ゲームに対してあんま抵抗がないんだよね。ああ、そういうことか。あ、なるほど。今すごいらしいね。うん、すっげえわかりやすい。それ、うん、ああ、本当に上というかその一発で儲かっちゃうもんね、あれ。あ、リアルなゲーム理解しました、ね、リアル分かっていただけたらこれ。でも本当そうですよ。ゲーム内課金が、あの、握手券付きの CD なんだ。あー、なるほど。だから今までは、その、芸能界というか、その、大人の社会の中でも、なんとなく薄々感じてたんですよ。日本人ってそうなんじゃないのかな。うん、これだけ高校野球があれで、豊臣秀吉が受けて、なんでかな、家康が嫌われて秀吉がなんで受けるのかな。家康は時間が長すぎるんですね、耐えてる時間がね。飽きちゃう。あれで、こっちが根負けするんですよね。秀吉ぐらいのレベルで、こう、ことが動いてってくれると、一番ついていけるんですよね。うん。で、信長は日本人はトップを嫌うんでね。うん、はいはいはい、ダメなんセンター嫌うんであれですけども、それだってどうかなと思った時に秋元さんがおにゃんこを作るわけですよ。
はい、でその前にオールナイターズとかいろいろ女子大生ブームとかありましたよね。あれ素人をかませくりいけるんじゃねえかと業界内思うわけですよ、うん、で秋元さんのおにゃんこで爆発するわけですよね。でもあれが聞いちゃいましたよね。あれでやっぱなんかの勘違いだったのかなみたいな、うん、やっぱプロはプロだよねみたいな、うん、オッケーオッケーだよねなったけども、結局秋元さんが練りに練ったこの AKB で、あのおにゃんこがダメになった時にさ、うん、その後モームスが出てくるじゃない。そうでモームスが一気にこう花開いたじゃん、うんうん、だけどモームスのあのやり方でもダメだった。でもモームスがブレイクしたきっかけはしてますか？一番最初の5人の時は見ますよね、はい、あの時は素人っぽさで受けたから、はい、もしかしたらこのアイドルはアマチュアっていうのは、はい、あの理論は正しいかもしれない、はい、で次にいわゆる大ブレーキは後藤真希がセンターやった時ですよね、はいはい、ごまきの時ブレーキでも、うん、でごまきが見た時でもモームスとして完成されてるように見えるじゃないですか、うん、ごまきオーディションからずっとドキュメンタリーでアサヤンでやってましたよね、彼女がデビューするまで。そう追ってます、映像で追ってて地上波でみんな見てます。何かというとストーリーがあるんですよ。だから結局やってるなコンテンツの中身は変わってないんですね。日本人はそこなんですよ。ストーリーが欲しい。ストーリーが欲しい。で、今の AKB はストーリーがなくなってきてるんで、箱押しの意味がないんですよ。もう。だったら単押しでいいや、みたいな。個人のストーリーボイタイみたいな。宝塚がなぜ人気あるか、うん。箱のストーリーもあるけど、個人のストーリーもありますからね。うん、あ、ちなみに宝塚で一個豆知識を出しますと、トップスターって言葉がありますよね。うん、知ってる人いるかもしれませんけど、トップスターって男役のことですからね。うん、あ、なんよ。あの、娘役はダメ。トップスターって言いません。スターです。トップはトップスターってついてるだけなら、うん、暗黙の了解で男役。で、娘役の場合は、娘役のトップスターとか何々組のトップスター、条件がつきます。あえてトップスターという場合はね。普通は、図画内では言わないらしいです。図画業界では。トップスターって言われたらもうそれがもう男役。だからさ、うん、結構僕思うんだけど、あの、宝塚の男役の人もさ、普通に女優で出てくるとさ、やっぱ綺麗だよね。じゃあ宝塚はだってもう、仕事もオフにもどっちに転んでもだってもう、引き手余ったじゃないですか、あそこ出ると。中で全部仕上げられてくるから。ああ、そういうか。うん。芸能界でも、すぐ即戦力。うん、うんうんうん。芸能人辞めても即戦力ですよ。宝塚の場合は。ああ、なるほどね。うん大法学部での官僚みたいな。なるほどね。一時期倍率が何百倍とか言ったもんね、あの学校ね。そうそう、日本人は何やぶしに弱いんですね。完全に弱い。もうすぐやられちゃうみたいなね。あ、ちなみにその木崎ゆりやの好きな映画はロッキーですからね。ロッキーが大好きらしいんで。うん、単純だね。げるとそれぐらいそのレベル。うん、超単純みたいなね。うん、そうするとそろそろ消えるって、これは多分アイドル、これが消えるっていうこと、 AKB が消える、だ消えないように運営は必死こえてますけど、うん、まあ我々が思う消えないただ一つの方法はミリオンを途切らせることです、うん、ああなるほど、商売が成り立たなくなる、商売が成り立たなくなるので、その辺をどう切るかですよね、うん、規模を拡大するよりは縮小する方が難しい。だから全グループが広島カープみたいになるのが理想ですけどね。そこまで見越すパターンですね、こうなってくるとね。ああ、なるほど。それでこそ完全にあのロコドル状態ですよ。うん。でも F、ね、FA で。そう。いや、それはそれで、もうそうなってくるといいんですよ。うん。あ、要はこの力関係じゃないですからね。うん、こっちなので。うん、ただこれに枝葉ができて乱立してくるだけなので、本当の戦国時代になるじゃないですか。はい、ある意味、矛盾してる言葉かもしれないけども、戦国時代の中の暗黙のルールは守られるわけですよね。あはあはあ、要は戦国時代らしさという。はいはいはい、うんうんうん。今のはある意味こう、無秩序じゃなくて横暴ですもんね。AKB が独裁権を振るってますから、それは、だから日本人が独裁権を大嫌いだから、それはもう毛嫌いするじゃないですか。はいはいはい。でも、乱立は日本人は嫌ってるわけじゃないです。なぜなら日本人の技術、乱立の中にも暗黙の規律ができちゃうんで。ここはうち、だから例えば、このグループで例えるんだったら、うん、あの、うちはダンスが強いから、うん、ダンスではあの、どこにも譲らないけど、うん、まあ、他、あの、トークだったら NMB さんのがあれだよね、みたいな、こう、結局、どんぐりの攻め合いでいくじゃないですか。ライバルとか、戦国とか言いながらもね。うん、
圧倒的な力っちゅうじゃないです、ね、そう圧倒的な部分で勝負するわけであって、結局それって土俵が違うからあんま意味がないことなんだけど、日本人はそういう風にするじゃないですか。あ、いいね、初心に帰る、しかし大人の事情でなかなか難しい。そうこれなんて、大人の事情が今完全にグループを停滞化させちゃってるんで、しかも秋元さんがもう飽きちゃってますから。は？もう秋元さんもこれもう手放したくてしょうがないんでね、きっとね。もうだってほとんど人事は今回も運営の思うままに任せたって言ってます、ね。だ秋元さんあんま関係してない。じゃあ秋元さん悪役じゃないじゃん。だから今秋元さんは僕関係ないから僕に文句言わないで逃げちゃってるんですよ。あら。うん。総合プロデューサーなのに。それも僕ら怒ってるんですけど。ああ、それはいかんよね、みたいな。無責任だよね。あっちを立てればこっちを倒すよ、ね。で、実際後継者うんぬんって指原も出してるんで、今の解決策はこの状態に、とにかくミリオンを切って、うんこの状態に戻して、劇場支配人の中に、を二人置いて、指原みたいな、プレイヤーと兼ねた支配人を置いて、ライブの構成だとか、そういうのを全部、編成させる。で、秋元さんは総合プロデューサーでやるべきことは、早く新しい公演の詞を書け。もう公演伸び伸びですからね。で、今回大昇格がやる前にも、三チームぐらい初日を迎える予定だったんですけど、全部伸び伸びで延期になってるんですよ。それをごまかすための大組閣じゃねえのかみたいなね、ことも言われてるんで。あ、うん、なんか、窓際君は敵前逃亡って言ってますけど。というかもう、ほんと秋元さんは敵前じゃなくて、初めから逃げてとか言っちゃいそうですけどね。あの人の場合はね、なんだそれみたいな。初めから僕は立ってもいないよみたいなこと言いたいじゃないですかね。ええー、みたいな感じ。なるほどね。とにかく、まあ、時間も来てますね。はい、そうですね。大組閣。こういう経緯があってのあの騒ぎ、はい、本当に普通の人はね、なんじゃそりゃっていう話だけど、うん、でもこの大人の事情というキーワードを使うとね、結構ね、いろんなところが見えて難しい、ね、大人の事情って。でとにかく今回一番、分かってほしいのは、日本人におけるアイドルという立ち位置ね、はい、僕分かった。アマチュアなんです。アマチュアリ、いや、アマチュアイズム。そう。だからアイドルの子がミスをしようがないしようがテレビの前で、たこいつ歌下手だなとか、だこいつ下手くそだ、もっとうまくやれよとか、覚えてねえ、セリフ覚えてねえのかとか、段取り分かってねえって言っちゃダメなんですよ。そこを楽しむのがアイドルです。それが上手くなってくのが嬉しい。そう、嬉しい。もうでも、女優になったらもう。よかったねで別れる。じゃあ、うん、みたいな。成長したな。そうそうそう。そのストーリーだね。そう。なんか勉強になったなぁ、それがこの、はい、そうか、大組閣で、それがやると、まあ大人の事情だとこういうことができるわけですよね。それをドキュメンタリーで成長記録を本にして売ればまた売れると。すいません、何ですかそれ。これ SKE の成長記録です。は？ SKE のいわゆる SKE が成立してから、1回目の組閣が行われるまでの、いわゆる SKE の歴史、はあはあはあ、メンバーの本音とかその気持ち、思いみたいなものが詰まってます。まあ、SKE はどちらかというとグループなんでね、根性系のアスリート派の方でチーム編成されてますので。はいはいはい。なるほどね。有名ななんかのアスリートフォトグラファーが撮ったみたいですよ。かなりいい写真ばっかり。なんか、もうプロジェクト X に出そうな人だね。もうそんな感じの、ね、そんな感じの、ね。なんか、流行りは流れだと思うので、そしたら別のアイドルを求めるのではないでしょうかって、まあそういうことですね。別の形のタイプだから、でもこれより画期的なアイドルが出るかどうかですよね。だからこの中で、だから逆に言うとこの中で世代交代がもっとうまくいけばいいんですよ。なるほど。だから SKE はある意味悲しい話ですけど、世代交代が AKB より進むので。学校を卒業、なぜかというとその土地柄もあって、その芸能界っていうよりも、まあ、部活動みたいな感覚でやってる子がいるんで、ファンとしては悲しい部分でもありますけど、ある程度の期間が来たらやめて卒業っていう子が多いので、なるほどね、うん、あとキムさんが大人の事情が一番怖いです。そうな、どんな世界でもね、そうか、その通りも。これによってせっかくもなんだろう、いいものがね、そのいい状態で腐っていっちゃうからね。いい状態で腐るのがいかんですよ。落ち目になったらまたそれもストーリーとして使えるんだけど、そのままの状態で腐らせちゃうことになるから、それはあまりにもかわいそう。なるほど、まあそんなこんなで大組閣、ちょっと僕も勉強になりました。はい、はい、次は今度の時は歴史だね。歴史です、はい、ここでまた日本人の大好きなね、軍師、この軍師というポジションについてね、ちょっと熱く語ってみようかなと思います。キララシさんゲストで来てほしい。軍師ってことです、また熱く語っていきたいと思います。はい。
その後にまたこのちょっと無敵な話題もね用意してますんで。わかりました。はい、じゃあお疲れ様です。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。